白河はアメリカ合衆国の小説家、ジャック・ロンドンの小説。この小説は1906年5月から10月にかけてザ・アウティング・マガジンに連載された。この話は19世紀末のアラスカ州はクロンダイク・ゴールド・ラッシュの時代を生きるオオカミ・狼犬がカナダのユージュン州のハンジの家で飼われるまでをオオカミの視点で描いたものである。そうすることによってロンドンは動物が 人間や自分たちの世界をどのように見ているかを体験させることができた。この作品は同じ作者の飼われていた犬が誘拐された上に野生化する野生の呼び声とは対照的な話となっている。この作品には自然界の残酷さだけでなく文化的そうな人間たちの世界の残酷さも等しく勝つ時には具体的に描写しており道徳や食材といったものが テーマに含まれている。なお、この作品は何度も映画化された。実写映画のタイトルはホワイトファング。その続編はホワイトファングに伝説の白い牙。アニメ映画のタイトルはホワイトファングアラスカの白い牙。日本でも白い牙ホワイトファング物語としてアニメ化されている。 狼犬の母と狼の父を持つ白髪は、狼の血が濃く再疑心の強い子犬であった。母の飼い主であるインディアンに拾われた白髪は、過酷な環境に鍛えられ、狡猾さと強靭さを兼ね備えたソリーヌのボスに成長する。やがてその悪魔性に目をつけた白人に飼われて、刀剣となり、無敗の王者として君臨するようになる。しかしある日、品種改良と戦闘訓練を受けたブルドッグと、 対戦し、重傷を負わされる。瀕死の白髪は、温厚なハンジの息子に引き取られ、そこで初めて人の優しさに触れる。忠義の芽生えた白髪は、ハン自宅に押し入った族を命がけで撃退し、家族の一員となったのであった。続編は、ホワイトファングに、伝説の白い牙ホワイトファングに関するカテゴリー。ありがとうございます。